はい、世間は今日大のアメフトタックル問題でいろいろ騒いでいるようですが、珍しくですね、スポーツあんまり見ない私ですが、アメフトは多少わかるというですね珍しい、ところでありまして、まあアメフトちょっと好きなんですね。そんなすごく好きとか言うと非常に語弊があるのであれですが、なんでしょうね、あんなタックル絶対おかしいんですけど、それはそれとして、でやっぱりこうアメフトも随分昔によく見てたって、高校生とか大学生の時とかによく見てたっていう感じなんで、で、すっかりこうマーケットの世界にどっぷり使ってしまうと、クォーターバックが QB ハウスに見えてしまうっていうですねこの QB なんだっていう、そういう事態に陥るわけですよね。なんかそんなことってよくあるじゃないですか。証券マンだ、今はそんなこともあんまないですけど、証券会社にいた時はUSB を UBS と間違えるとかそういうのはよくあったなということで、いろいろ思い出してですね、アメフトってさ、アメリカ人は一番好きなスポーツはアメフトっていうふうに、なんかまあ一番人気らしいじゃないですか。で、わかんないですけど、それはアメリカンフットボールっていうぐらいだしねっていうアメリカついちゃってるからねっていうことをなんかまあ思ったりするわけですけど、でも向こうでは多分そういう言い方しないですかね。どうなんですかね、わかんないですけど、フットボールといったらもうアメフトのことぐらいの感じだったりするんじゃないですかね。どうなんでしょう、アメリカ人とアメフトの話をしたことはないですが、今パッとウィキペディアを開いたところ、アメリカやカナダで単にフットボールというときはアメリカンフットボールのことを指すことが一般的。サッカーなんかやんないですもんね、アメリカはね。なんかそう思うと特殊な国ですよね。サッカー流行らずにアメフト、野球、あれ、アイスホッケー、あと一個何でしたっけ、あれ全然あれ何でしたっけ、あと一個、あれ、まあいいや、はい、そんなことでありまして、今日の銘柄のコーナーに入りましょう。もうちょっとこれサクサクやっていかないと。ただ今日は明日の決算発表がそんなにないので、後半そんなに時間を取らないはずなんですね。なのでそこまで急がなくてもいいんですけど、サクサクいきましょう。なんだ、今日はですね、まあ、これを見ても多分何だか分かんないんですが、トキワ薬品のビタシーですね、なぜかいただきました。これは、タウリン 1000mg、ロイヤルゼリー、エレウテロコック配合の、製品であります。エウレテロコックっていうのはあんまり知らないですが、まあ、ごく一般的な栄養ドリンクになります。これ、まあ、なんだか、多分全然会社関係ないといいと思うんですね。で、この、お土産に関する、説明も何もなかったんで、社長が好きなのかなんなのか知りませんが、ということなんですが、この前ちょっとやりますよって言ってた、優先ネクストですね。であります。社長が来たんですよ。顔真っ黒でしたよ。髪の色ともう顔の色がもう境目ないぐらいにもう黒かった。まあ、髪がまあ茶色いってのもあるんでしょうけど、もうなんか真っ黒でしたね、なんかね。ね。まあ、忙しくいろんなことをやられてる、宇野社長でありますが、そんな、優先ネクストホールディングスですね。5月15日。優先ネクストホールディングスの株価とともに中身を見ていきたいと思います。はい、優先ネクスト今日は31円安979円 3% の下落となりました。
先週発表した決算内容ですね。前期の着地になりますが非常に良かった。で、今期の見通しも良いってことなんですが、前期まで12月決算だったんですが、今期から、8月決算になるということでありまして、今期のみ8ヶ月の変則決算になりますということですね。ではちょっと長い足で見てまいりましょう。まあ、ここストップ高ぐらいつける勢いでスコーンと上がりましたんでですね、ちょうどその日に話を聞いたっていうので、なんか社長も嬉しそうでしたけどね。週足1年になります。ちょっとこう1年で見ると特に特段材料なくというところ、まあ合併するねっていう話から、じゃあどうなの見通しっていうところで、合併効果確かに出そうなんだねっていうのを確認したのがこの決算発表というところだったということですかね。で、2年間、週足2年で見るとこんな形、もっとやっぱり前に遡れば高いところがありますんで、そういうのを見てしまうとなかなかということですかね。もうちょっと、長い足で見てみますと5年、こんな形であります。はい、10年ぐらいまで見てみますか。あ、ないですね。はい、これ Unext の方の株価を引き継いでるじゃなかったかと思いますんで、そんな形ですね。だから5年つっても2015年からかぐらいしかないということであります。2014年の12月か、2014年12月上場ということですかね。そういうことですね。優先の方は、ジャスダック4842でしたから、そういうことですね。Unext の方でっていうことですね。はい。で、中身を見てまいりたいと思うんですが、会社のホームページを見てみましょう。基本はやっぱりその優先事業がまずあって、そこからどう展開していくかっていうところが、まず第一っていうことのようですね。Unext および有線がそれぞれが持つ強みである映像コンテンツ、音楽コンテンツ、サービスのようにと書いてあります。有線はもうご存知の通り、有線放送の有線ですね。もう、昔にですね、一生懸命こう全国にですね、電信柱を借りてですね、線をつないで有線放送を、広げていったというところを背景にですね、今は、衛星とかで受信することも多いんでしょうけど、私も個人的に昔実家で有線レンタルしてましたけど、途中から全然使わなくなっちゃいましたけどね。めんどくせえと思って。今はそんなことせずとも気軽に音楽聴ける時代になりましたんであれですが、そういう意味ではちょっと個人ではなかなか使いにくいなって。ただ、店舗だとね、今話題のジャスラックの問題もありますんで、権利の問題とかも考えると有線でやっておけば間違いないよねっていうところではあるんでしょうね。 IR 情報を見てみましょう。なんかいい資料があればいいのですが、ページが重たいということで、Unext の方はいわゆる動画配信サイトです。でHulu とかね、Amazon プライムビデオとか、そんなの、Netflix とかそういうのをイメージしていただくと、よろしいかなと思います。これでね、2年がいいですかね、決算説明資料。はい。重たいということで、社長はもう言わずと知れた宇野さんの息子さんですが、お父さんこんなにイケメンじゃなかったのになっていうイメージですけどね。リクルートコスモスの出身、リクルートコスモス出身の社長でも多いですよね、そういう意味ではね。でその後インテリジェンスを作って、今何でしたっけ、パーソルになったんですっけ。インテリジェンスをまず、作って上場させたと。であとその関係でサイバーエージェントの取締役もしばらく務めて、
藤田さんがもともとインテリジェンスの社員だか何だったかだったんですよね。ちょっと重たい、全然開かないんで、ちょっと、というのがあって、あとその後郵船の代表取締役になって、まあ、お父さんが亡くなったってことでしたね、確かね。で、あと、ユーコムか。ユーコムの代表取締役やって、で、楽天の社外取締役もやって、エイベックスの社外取締役もやって、で、ユーネクスト立ち上げて、みたいな感じですね。全然重たいですね。困りましたね。じゃあ、いいです。決算短信見てもあんまり面白くないんで、ちょっとじゃあこれを待ちましょう、しょうがない。で、事業としては、先ほど言った有線のその店舗サービスの事業としての、有線放送とかサウンドプラネット。サウンドプラネットは多分衛星のやつだと思ったんですけど、私が多分使ったのはそれだと思うんですけど。で、あとそれに加えて、その店舗向けの IoT 事業として、今、最近新しい、ちょっとおしゃれなお店とかで、ちょっと小規模なお店だと多いんで、この前、明大前のお好み焼き屋行った時もそれだったんですけど、iPad とかで、なんかサクッとこう、会計が、その、昔ながらのレジスターの機械じゃなくて、iPad で、ちょっとどんどん金額入れて、カシャンって出てくるようなタイプのやつ。ああいうのを、で、ああいうので、その、ポスシステムをこう、組み入れたようなシステムを店舗さんに導入したりとかっていうこともやっているようであります。っていうのが店舗向けサービス。で、あと、光ファイバー事業とか、まあ、線つないでんだったら、それは光ファイバーもやりたくなるよねっていうのはよくわかるところで。あと、格安スマホとか、U モバイルみたいなのやったりとかですね。あと、業務用システムっていうことで、これ、ここですね、業務用システム。レジャーホテル及び病院向けの自動生産機等の主力商材。イメージは、まあ、この動画見てる方のほとんどが男性なんであれですけど、ラブホテル、なんかレジャーホテルとか言うらしいですけど、ちゃんとした、ちゃんとした言い方というか、表向きに。まあ、ラブホテルのところで、昔ながらのラブホだと、昔ながらって今もそれが多いんでしょうけど、窓口に、相手の顔が見えない窓口で、お金払って鍵もらってっていうようなことやるんでしょうけど、新しいところだと、もう、誰とも会わずに、自動生産機でお金を払って、すべてが済むみたいな、決済できるっていうような。のがあるじゃないですか。で、そういうのの機械を導入して、で、それが、まあ、まずはラブホからに展開していって、病院とかゴルフ場向けにそれを展開しているということらしいですよ。で、あと Unext のところがメディア事業かな？違うか。これどこに？あ、コンテンツ配信事業が Unext ですね。あと電力の、これエネルギー事業が電力小売りですね。ところ。電力小売みんなやってるからっていうことで思うのか、思われると思うんですが、対象は、店舗向けだそうです。個人向けにはほとんどもう電力小売やってなくて、そのサービスの、店舗向けのサービスの一環として電力、店舗向けの電力小売事業もやってるっていう、まあ、セット販売抱き合わせ、言い方悪いですけど、抱き合わせっていうことですかね。あと、集客支援事業とかやったりとかしていると。こんなことでありまして、有線自体の多分その需要みたいなのは多分伸びない。まあ、もう相当成熟していっちゃってる企業ですし、で、もう国内シェアのほとんど持っているようなところですし、で、唯一他にやっている事業もグループ化、他で同じ有線事業やってる会社も、グループ化してしまったので、もうここの成長は見込めないと。グループ化して、まあ、一応今、公取に審査してもらってるっていう状態らしいですけどね。で、エネルギー事業のところだけ赤字になってますが、まあ、一応先行投資ということで、今、マーケティングとかその辺の方に費用をかけているので、致し方ございませんと、そんなことでありました。もうすぐガスの小売もね、始まりますから、エネルギー事業、ガスの小売の方にも、どんどん手を出していくということですね。数字的なところはこんな感じです。ご覧ください。
で、8ヶ月決算なんでちょっと見にくいですが、12ヶ月換算するとこんな形になりますよというところであります。直販テレマ代理店ウェブということで、まあ、あの もうネットを活用したマーケティングもそうですし、地道なその一つ一つの店舗を対面でっていうところも活かしていけるっていう両方の強みがある、そんな企業っていう捉え方でいいんですかね。 Unext の契約者数が非常に伸びていて、私は Unext 高いから無料期間の時だけちょっとですね契約して、その後やめちゃったんですけど、非常に伸びているということで、これがちっちゃいんですが、拡大しますね。あの定額制の動画配信サービスで、皆さんが何をに加入してらっしゃるか分かんないですが、DTV が今のところ一番多い、あのドコモのサービスですよね。ドコモのサービスなんで、私ができるのかどうか知らないんですけど、ドコモじゃない人も契約できるのかどうか知りませんが、DTV が一番多いんですけど、それどんどん減ってきていると。なんか、こう、ドコモ契約更新登記とかに入れますよ、みたいな感じで、今入るとこれがお得ですよ、みたいな感じで入って、で、1ヶ月経ったら、解約してください、みたいな、そんなやつなんですかね。わかんないですけどね。ほんで、まあ、多いんですけど、徐々に減ってきていると。で、徐々に伸ばしてるのはやっぱり Hulu はそれなりに、日テレの番組にやっぱり強いんですけど、そうじゃないものも結構多くなってきている Hulu。あと Amazon プライムもそれなり、私も Amazon プライムと Hulu は加入しているので、Amazon プライムは Amazon がやっぱり相当なお金をかけてなんかすごいバラエティ番組作ったりとか、オリジナルドラマ作ったりとかできていいなぁなんて思いながら、まあ Netflix もね、そういうオリジナルドラマみたいなの作ったりしてますけど、で、そんな中、Unext が、Hulu はもうなんか、ほぼほぼ抜ける状態らしいですね。で、DTV ももうほぼ、もうこれから減っていくだけなんで、もうあとほぼ捉えたみたいなことを言ってました。で、これまあ、多分他の、まあ、TSUTAYA TV とかまたちょっとあれですけど、他の動画サイトとの大きな違いは、これやっぱ男性目線だからっていうことで言う、男目線だからっていうことで言うと、アダルトがあるんですよね、Unext はね。そこが結構重要だっていうふうに捉えているようです。前にこう、国内に参入してこようとした、ちょっと名前忘れましたけど、その動画配信サイトとかがうまくいかなかったのは、やっぱりアダルトがなかったからだろうっていうふうに、宇野社長は言ってました。エロの力強しみたいなところありますからね。まあ確かにそうなのかもしれないなっていう気もしないでもないですが。ということで、まあ、DTV、Hulu、Amazon プライム、Netflix も多分ないですからね、そういう意味ではね。そこは結構他との差別化にはなってるのかもしれないです。で、あと、サイズを戻します。電力事業ですね。スーパーコンビニがメインターゲットであります。もう一般家庭向けはもうほぼないと思っていいみたいですね。今までの顧客層に、新たに展開していくという形でやっているということだそうです。で、これが、あと、他の、この有線以外のところで同じような、その音楽配信事業をやっている、企業、有線事業をやっているところを子会社化すると、そんな話でした。公取が承認得られれば、もうほぼほぼ 100% になると。あと、さっきのポスレジアプリですね。で、保険事業も、まあそういうのもやるんでしょうね。事業者向けのね、保険とか損保をやりますよね、それはね。やりそう。あと、インパクトとかも、まあやりたい。インバウンドも手出したいですよね、それはね。はい。そんな形であります。そんな優先でした。そう思うと、まあ、これだけの、その、なんですかね、顧客も思ってるっていうのは、確かに強いなっていう気はします。のでね。まあ、さらに新たな展開が期待されるところでありますね。あんまりこの同業とか近い企業っていうのはあんまりないんですけど、一応、指揮法で出てるのは、ただこれもまた随分違うと思うんですけどね。ワイヤレスゲートが一応載ってはいますが、そんなところですかね。あとは動画配信とかっていう意味で近いところが、
ただそれだけの事業っていうのも他ない、それだけでやってる企業でもないので、まあ、ネットフリックスとかとの比較っていうのもなんかちょっと違う気がしますしね。というところであります。そんな優先ネクストホールディングスでした。はい、では日経平均株価見てまいりましょう。今日は47円84銭安、22,818円02銭となりまして、4日ぶり反落ですかね、となりました。昨日の終値を挟んだ展開っていうのは随分続きまして、ちょっと午後に入ってだらだら下がってくるという、火曜日にしては珍しい、今年の火曜日は5番強いっていうのがなんかね、今年の流れでしたから、ちょっとそれとは違う動きになりましたが、そこまで大きく下げるわけでもなく、ちょっと買い材料に乏しいのかなっていうところもありつつ、個別ではね、もちろん決算見ながら、スカーンと上がる銘柄とスコーンと下がる銘柄とあるわけで、まあ、そこの綱引きという面も含めてというところですかね。トピックス、0.77 ポイント安、1805.15 ポイント、 0.04% のマイナス。こちらも3日ぶり、4日ぶり反落ですかね。ただ下げ幅、下落率でいうとトピックスの方が少ないということになっております。で、対してですよ、ジャスダック平均とはこの辺りがちょっと弱くてですね、ジャスダック平均はこれは違うか、2日続落ではないのか。22円61円安、3961円21銭、0.57% 下落となりまして、なんせ弱いということですね。新興市場がどうしても買い上がれない。そしてマザーズ指数よ、4.36 ポイント安、1141.87 ポイント、0.38% 下落となりました。ジャスダックの方が弱いっていうのもなかなか久々な展開かもしれないですが、先に見てみますが、創生サイバーダインあたりのマザーズ指数への寄与度が高い銘柄が今日はしっかりしていた。まあ、創生がやっと、まあ、多少反発したということで340円だから7354.85% 上昇とか、サイバーダインが引け子の決算発表ですが、それに期待外というところもあったんでしょうか。36円だから1452円 2.5% 上昇ということで、この辺がマザーズ、を下支えしてくれたのかなというところであります。そして、225銘柄で見ていきますと、値上がり銘柄数が104、変わらずが5、値下がりが116ということでありまして、値上がり率、今日のトップは、続伸ですね。決算発表から、パンパンとですね、ああ、違った。上げております。日本板ガラスであります。83円高1166円、7.66% 上昇。おとといの決算発表、6年ぶりの復配というところからですね、それも大きく、交換したという形で上げております。値上がり率2位が、ここは実は良かったのか、クラレ、ちょっと化学とかね、その辺がいまいちだなっていうような印象でしたんで、どうなのかなと思っていたんですが、クラレ上昇、90円高1897円、5%の上昇となりました。バッチューの発表だったんでしたっけ。そうですかね、13時に発表ですか。からパーンとですね、スコーンと上げまして、というところであります。あと、昨日これは下落していたのでしょうか。コニカミノルタ、あ、違うか、昨日引け後の決算発表か。昨日引け後の決算発表で、まあ、より点、ほぼより点になってしまいました。35円高1007円、3.6% 上昇ですね。ちょっと押し戻されましたが、こちらも好決算だったということでありました。あとは NTT データ、何でしょうね。ちょっと配当利回りの高いところを狙いに来たりとか、まあ、ちょっと下げたところで買いに来たとか、そんなところでしょうか。39円高1220円、3.3% 上昇。あと、これも決算発表が、ソニーフィナンシャルですね。59円高2119円、2.86% 上昇となりました。では、あと、化学、これ、どっちだっけな、こっちかな。三井化学かな。
これ、場中の決算発表でしたが、85円高3290円、2.65% 上昇。ちょっと後半に出てきた化学面からは、決算悪くなかったですね。住友化学とかも今日上昇して、18円高653円、2.8% 上昇となりました。下落した方を見ていきますと、下落率トップがこんなところが来るのは珍しい、パイオニアです。16円安162円、9% 下落でした。パイオニア今期のですね、利益見通し非開示っていうことで、ちょっとやべんじゃねえかみたいな見方が出ているようでありますね。あとは、エバーラ製作所とかが、入ってきちゃうんですね。365円安3975円、8.4% 下落。こちらも決算絡みということで、決算が悪かったぜっていうところを、やっぱり下落率が高くて、日清製粉とかもそんな形ですね。日清製粉グループ本社、164円安2299円、6.66%、666と来ましたね。6.66% 下落。で、あとは、一応、あれですかね。日清製粉、今期の見通しがちょっとやっぱり保守的な数字だなっていうことで、失望売りみたいな、形になってしまっています。あとは、辞書ですね。昨日、三井不動産でしたか。決算非常に良かったのでですね、三菱地所も期待されたんですが、残念ながら下落110円50銭安、2015円50銭、5.2% 下落となっております。三菱地所は、まあ、一応数字自体は良かったんですが、自社株買いも発表してくるんじゃないかっていうような観測が強かったのですが、一応見送りっていう形で、売られてしまった失望りですね、こちらも。で、そういう意味ではさっきのクラレも、1月期の決算で、だったんですが、1、3月期の決算。だったわけですが、ここの時点でもう通期の情報修正出してきたということと、やっぱりそれに加えて自社株買いも発表したんで、それが交換されているということですよね。で、同じように自社株買い交換されているところが、メガバンクの中で一足先に決算発表してまいりました。三井住友フィナンシャルグループ、95円高4648円、2% 上昇。なかなか動かない金融なんですが、前期増益で着地したと。で、初の自社株買いを発表したということでありまして、まあ、初めてっていうのはさすがにインパクトがあるようでですね、それを交換して買われました。なかなか、まあ、今日、引け後、他のメガバンクとか第一生命とか、まあ、今日が、まあ、今日でほぼほぼ終わりなので、決算発表については。で、金融この辺で決算発表出して、明日どういうふうに動くかというところですね。そして、あと、あります。あ、場中の決算発表ありましたんで、その辺ですね。あと、鹿島建設36円安1013円ですね。5分足で見てみましょう。前期の純利益 20% 増益となったんですが、今期は減益予想ということで、大きく売り込まれました。3.4% の下落ですね。あとは、そんなところですか。225銘柄ではそんな形です。では、材料ベースに。で、他の銘柄も見ていきましょう。ですね。まあ、ほぼほぼまた決算絡みになりますが、日東工業から見ていきましょう。377円高2231円、20% 上昇。名古屋銘柄だったと思います。キャビネットの会社ですね。キャビネット、分電盤とかの箱。まあ、分電盤もやってるんですけど、その箱を作ってるような企業です。今期1点2桁増益ということで、着地した、の見通しになったということでですね、大きく変わりました。20% 上昇ですね。日本化学工業、日本化学工業かな。595円高3808円、18.1% 上昇。前期が大幅な上振れ着地となってですね、今期終えていると。前期、終えております。あと、加藤製作所。498円だから3105円 19.1% 上昇。今期、増配発表しておりますね。あと、今期の見通し非常に良いと
ということでありました。サニックス35円が327円、まあ、大きく上下に振れて、リスク中期の解消みたいなところも発表されてですね、非常にこれ交換されたということですね。あとこれ今日どうなりましたかね。マイナスなってないですね。全然大丈夫ですね。進化は94円高1163円 8.8% 上昇、今期黒字転換見通しということでですね、随分上髭をつけましたがですね、ちょっと安く始まったんで心配したんですが、結果、大きく上げて上昇して終えております。でついにここが動き始めるかというと、日本アジア投資20円高383円 5.5% 上昇、ベンチャーキャピタルですけどね、再生可能エネルギーとかそっちの方向性に力を入れているところですが、前期大幅増益でありました。この辺どうでしょうか。フージャースホールディングス45円高858円 5.5% 上昇、今期2桁増益ですね。あと自社株買いもこちら発表しております。熊谷組230円高3860円 6.3% 上昇、今期増益の見通し、あと増配の予想も発表しておりますね。これが買われているということです。久々になんか見ました。デジタルガレージ120円だが4275円、結構いい形になってきてますね。 2.9% 上昇、アイリッチとの資本業務提携を交換しているということでありまして、アイリッチの方は30円高1679円、 1.8% 上昇ということです。あとはこの辺から悪い方も見ていきましょう。 PC デポやっぱり厳しいですね。111円安599円、 15.6% 下落、今期減益の見通し、あと月次の売上高も発表しておりますが、月次の方も伸び悩みということでありまして、なかなかこの評判が悪いところから抜け出せなくなってしまっているというところですね。あとはこのところがちょっと伸びないと嫌ですね。アドバンテッジリスクマネジメント182円安1252円、 12.7% 下落であります。一応増益の見通しを出しているんですが、市場の期待には届かなかったということで、コンセンサス下振れというパターンですね。あとは、MDV メディカルデータビジョンですね。232円安1377円、 14.4% 下落となりました。第1クォーターの決算発表でしたが、営業赤字に転落したというところで、売られてしまいました。 YAC ホールディングス114円1006円、 10.2% 下落、こちらも前期2桁減益で着地したところを大きく、売り込まれたというところですね。ライフル、ちょっとこの前下げてましたが、今日も大きく下落、100円安700円、 12.5% 下落です。まあ、特にサプライズの内容もなくというところでですね、失望売りですね。あとは仮想通貨関連、セレス、178円安1911円ですね。第1クォーターの決算発表、大幅減益となっております。なかなか仮想通貨自体はこの3ヶ月は厳しかったのかもしれないですね。その、なんでしょう、業績的には。まあ、この先またもう1回みたいなところはもちろんあるんでしょうけどね。はい、あとは、この辺が厳しい。池田選手ホールディングス。31円安404円 7.13% 下落。今期も2桁減益見通し。前期もそうでしたが、今期も2桁減益見通しとなりまして、なかなか厳しいですね。
武田がちょっと反落してますね。103円安4695円 2.15% 下落。なかなかね、今期、市場予想に届かずというところで、なかなか。あと、ここは、鈴木が上げてますね。TIW の目標株価引き上げとかもあったらしいんですが、148円だから6278円 2.4% 上昇。あとは、ここは続伸ですね。やっぱりカーボンが良かったじゃないかということで、SEC カーボン1500円高。11,190円 15.5% 上昇であります。だからやっぱり東海カーボンと日本カーボンの出たところでこの辺も買いに行ったらよかったってことなんでしょうね。日本モゲージサービス、105円高1120円 10.3% 上昇、今期、2割増益、営業利益別で2割増益の見通しということで出しております。アライドテレシスホールディングスの方ですね。37円安146円 20.2% 下落。第一クォーターが最終赤字の幅が拡大するということでですね、失望売りですね。こちらもメルカリの上場を東証が承認したということで、上場の申請したところで一旦下がってましたが、今日もまた下がった。もうまだ出尽くしというところですかね。ユナイテッド645円安3670円 15% 下落であります。これで下げられちゃちょっとかわいそうですね。それまでの期待が大きかったからっていうところなんでしょうけど、株主優待導入で大きく上げているところ、キャピタルアセットプランニング、キャップ180円だが4530円 4.1% 上昇。あとは、こちらは値上がり率トップの方にいましたね。JMC 300円だが1477円 25.5% 上昇。1、3月期の決算大幅増収、やっと黒字転換というところで大きく上げております。あとは決算説明会でなんか結構期待が高まったみたいな話でしたけど、弁護士ドットコム240円だから2058円 13.2% 上昇。何かこういい成長路線の話があったんですかね。一家ダイニングストップ高ですね。1500円だから1920円 15.9% 上昇。今期2桁増益予想、あと株式分割も発表しております。そちらを、交換しております。昨日ちょっと決算見まし、楽しみだっていうようなお話をしたところ、ざっと見ていきたいんですが、今日そんなにでしたね。あんまり、デイトレやるぐらいには良かったんでしょうけどね。アライドアーキテクツ2円高783円、それなりに動いてくれたんで、デイトレ勢の方には、なんとかガチャガチャやるチャンスはあったのかなと思いますが、あとゴールドウィン。260円だから7650円 3.5% 上昇。場中の発表のやつだけなんで、ダイキアルミニウム。こちら良かったですね。65円だから829円 8.5% 上昇。で、ここが悪かった東洋エンジニアリング。31円安967円 3.1% 下落でしたね。あと、これすみません、忘れてました。東芝の決算発表場中にありまして、10円だから299円 3.5% 上昇となっております。債務超過の状態でやっと脱出したということと、久々の黒字転換ということでしたね。場中、お昼に発表でしたがね。っていうところで、そのおかげもあって2部指数が結構今日は上がって、2部指数ですね、45ポイント高 0.6% の上昇となっております。あとこれなんだっけアルコニックス、やっぱり安いんですね。非鉄がちょっといまいちなんですね。今期の決算、今回の決算発表では135円安1956円 6.5% 下落でした。こんな感じでしたっけね。リクルートがどうでしたかね。70円安2740円、高いからちょっと出尽くしになっちゃうかもしれませんねみたいな話でしたね。あと日経金、日本経金属ホールディングス、マイナスで終わってるんですね。3円安296円 1% 下落。
そんな感じですかね。バチューの発表で面白そうなところ、三菱 UFJ リース、あ、下げ、まあ期待が、そうか、24円安705円 3.3% 下落となってしまいました。ちょっと出尽くし感ですかね。あとはこういうところは、まああんま期待はしないけどどうでしょうかっていった、近鉄グループホールディングス20円安4440円、阪急阪神が120円だから4420円 2.8% 上昇と、なっております。ではレーティング情報のコーナーに参りましょう。ちょっと採用する、私が採用するシンクタンクの数もちょっと増やしてですねお届けをしてまいります。ちょっと格付け変わったところだけ見てみましょう。結構多いので今日は、腰高ですね、ゴールドマンサックスが新規に中立にしております。カーブス、170円安、そうですか、聞かなかったですね。6630円、2.5% 下落です。あと、グリコだけ見なかったですかね。2段階下げてきた。JP モルガンがオーバーからアンダー、一気に2段階格下げ。目標株価は6200円から5100円のグリコですが、どうでしょう。ちょっと厳しそうですね。530円安、5410円、8.9% 下落。決算が悪かったというところでしたが、ですね。あと、明治ホールディングス、みずほが中立から買い、目標株価、俺なんか間違ってますね。8960円から、いくらだったんでしょう。ちょっと確認しよう。8960円から1万500円でしたね。失礼いたしました。1万500円に引き上げ、明治ホールディングス200円高く9140円 2.2% 上昇です。あとはアステラケミファ、一押し証券が A から B に格下げ、目標株価4400円から4000円。一応これ、アステラケミファ275円高3870円 7.65% 上昇ですね。大きく反発しております。レーティング情報のこの資料、まあ、あんまり文句が来なかったんで、とりあえずこれでしばらくやってみようかと思いますので、まあ、なんか問題ありましたら、こそっとコメントください。あとは、あ、ラウンド1、ゴールドマンサックスは新規に買いとしておりますが、カバレッジ開始ですね。ゴールドマンサックス30、ラウンド1、30円だから2010円、1.5% 上昇ですね。もうすぐ高値また。迫ってくるというところでしょうか。住友金属鉱山、立花証券がやや強気から中立、ちょっと決算物足りなかったっていう形ですね。5713、別紙104円安4588円 2.2% 下落となりました。持ち合っちゃってますね。どう判断していいのか。市況、資源価格自体は高いはずなんだけれども、ちょっとこう決算物足りなかったし、どっちに動いていいんだろうっていうようなところでしょうか。あとは藤倉、おととい決算発表でしたかね、立花証券が中立からやや強気としております。今日17円安、さすがに昨日上げた分利益確定よりも出たと、790円安 2.1% の下落となりました。あとただの、モルガンスタンレー MUFG がアンダーからイコールに格上げですね。あ、ちょっと代金飛ばしましたが、5、ただのは27円高1545円 1.8% 上昇となっております。で、代金ですね、代金が立花証券が新規にやや強気をつけております。125円安13250円、0.9% 下落ですね。ちょっと聞かなかったですね。新規に、まあ、立花証券が新規にカバレッジ開始したところでっていう、気にもなってしまうわけですが、まあ、そんなこと言っちゃ失礼なんですが、まあ、私ぐらいの立場の人だったら別に何の影響もないでしょう。メガチップス、一押し証券、B から C に格下げ、目標株価3200円から2700円に引き下げであります。
んなちっぽけな人間にね文句言ってくるところもないでしょうから。メガチップス150円安3340円 4.3% 下落ということでありました。ちょっと聞いた感じですね、この格下げが。スティック忘れてましたね。岩井コスモ証券が新規に A つけておりますが、どうでしょう。ドン、40円安5120円、 0.8% 下落でありまして、まあ、いい形ですね。このな綺麗にこの波動を描いて上昇してきているっていうところなんで、一旦利益確定売りが出てもまあまあ、いいじゃないかっていう気持ちになるところでありますが、間違えて同じの2回貼っちゃってますね、ここね。太陽油田見てみますか。マッコーリーがオーバーパフォームからニュートラルに格下げですね。目標株価引き上げですから、2250円から2500円ということで、6、太陽油田。30円だから2430円、続伸、3日続伸ですね。強い太陽油田、1.25% 上昇であります。決算発表からパンパンパーンと、スパパパパーンと上がってきております。あと、電子部品、ちょっとここで見直そうぜっていう動きあるんでしょうかね。みずほが中立から買いですね、村田。村田製作所、みずほが中立から買い、目標株が1万5000から1万8000に格上げ、引き上げであります。村田、295円高、1万5835円、1.9% 上昇ということで、すごいですね。3、4、5、6、6日続伸です。ちょっとやっぱり、決算発表して悪材料で尽くし、で、アップルの、ね、iPhone に対しての見方も、やっぱそうじゃないということが、伝わってきて、村田はこう他の電子部品に先駆けて、昨年の秋ぐらいからね、第2クォーターの決算発表あたりから、ちょっとこう、来期に向けての設備投資に費用を向かわせるっていうことで、ちょっとこういう嫌気されてきた部分もありますんで、その辺がここで反発っていう形になってきているのかなという気がします。東証を見ますか。ゴールドマンサックスは新規に中立としております。東証20円安3770円ですね。 1,2,3,4,5 5日続落であります。荒っぽいところに、まあ、ちょっとこう随分ね堅調に上がってきましたんで、一旦調整というところですね。どっかで切り返してまた上がっていけるかというところであります。山急でいいんでしたっけ、これ。みずほが中立から買い、目標株価5600円から6700円としております。今日190円だから5840円、 3.4% 上昇、高値更新ですね。こういうところいいですね。個人投資家の方でこういうところを長く持っている方も結構いらっしゃるんだと思うんですが、強い、じわ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 上がってきております。あと東京都競馬、ゴールドマンサックスは新規に買いとしておりますね。9672であります。東京都競馬は何はサマーランドとかでしたっけ。はい、65円だから4690円、 1.4% 上昇。場中高値更新して、ちょっと終値ベースでは戻してしまいましたけどね。戻したら、まあ、プラスで終わってるんですけど、東京都競馬も堅調と。ベネッセ、野村がニュートラルからバイ、目標株価4100円から4900円としております。あ、間違えた。ベネッセ95円だから4015円、 2.4% 上昇でありますね。ちょっとこう決算で失望りしてからの、反発ということでありまして、ここで買いだと野村が踏んだということですか。福井コンピューター、ダイワが2から3に格下げ、目標株価3100円から2200円に随分下げますね。福井コンピューター、今日は168円安、1917円、 8% の下落となっております。ちょっと冴えなくなってしまって、トントンと下げてきているようなところですが、あともうちょっと、これでいいですかね。こんなところでありました。
そんなレーティング情報です。で、明日決算表ほとんどないので、まあ、今日引け後がもうほぼ本当にピークとか最後の山場というか、というかなんというか、というところですんで、明日はソケッツとグローバルリートでいいんでしたっけ？ぐらいしかないので、で、ソケッツが場中発表ですね。マザーズソケッツが10時発表。で、そのリートの方が15時発表ということであまりありません。そんな決算発表。これがなければだいぶ、この動画短く収まるんじゃないかということでありまして。明日の予定、今夜明日の予定ですね。15日今夜、そう、今日中国の、都市部の固定資産投資の数字が結構悪かったということで、中国の株価指数が押されているっていう感じなんですね。香港ハンセン指数311ポイント安、1% 下落。この辺がちょっと日経平均、日本株に対する重しにもなってしまったというところのようですが、上海の方、上海のプラスに切り返してますね。切り返してるとかずっとプラスか。18.55ポイント高、1192ポイント、 0.6% 上昇となっております。で、ドイツの ZEW 景況指数今日発表で、あとアメリカ小売売上高、あとニューヨーク連銀景気指数が今夜発表、ホームデポの決算発表があります。そして明日8時50分に国内1、3月期の GDP 速報値が発表ということですね。明日の夜はアメリカ住宅着鉱工業生産指数の発表と、あとシスコとかその辺の決算発表ぐらいですかね、というところでありますので、で、ニューヨークの方がですよ、いよいよ、まあ続、これ 1、2、3、4、5、6、7、あれ7日続伸、8日続伸でしたっけ、というところ、ですんで、まあ、底堅いなっていうことですよね。で、また下がってきても、まあ、ここをこう見る限り、やっぱ200日線をしてしっかりサポートみたいな感じなんで、まあ、ちょっと悔しいところではありますが、ね、ニューヨーク、ね、ナスダックともに、非常に堅調な動きになっておりますんで、まあ、この波に乗っていけば、日本株も明日反発できるかなと。いうところですが、そろそろ新興市場の方にお金が回ってきてもいいかな。あとは、ちょっとサイバー対応の決算表、今日まだ見てないんですが、どんな感じだったのかなっていうところが気になるところですね。はい、そこの動きによってとかっていうのもいろいろあると思いますし。で、ちょっと、まあ、いよいよ材料がなくなってきますんで、大型株に対する材料がそんなになくなってきますんで、じゃあちょっとどうしたらいいのかなっていうところから、新興市場、小型株の方に来る流れ。そうすると、個人投資家が、十分戦える、ところになってくるかなとも思いますんで。というね、5月半ばの私の見方。どうなのでしょうか。はい。ということでありまして。で、引き続き、チャンネル登録の方も、ちょっとずつ増えてきておりますんで、あともうすぐ、もうちょっと、で、1000人まで行くかなと思いますので、引き続き、チャンネル登録まだされてない方よろしくお願いします。そして、すでにしていただいて、まあ、なかなかこの長い動画を毎日見るというのは難しいと思いますけれども、ちょこちょこ見ていただいている方、本当にありがとうございます。レーティング情報のところとか見ていただいてもそうですが、ちょっと、いろいろ、見やすい形に変えていこうかなとかっていうこととか、動画分割するかとか、あと他の動画立ち上げるとか、そんなこといろいろ計画しておりますので、チャンネル登録1000人まで、まあ、1000人超えた後も、引き続き楽しみにしていただけれたらなと思っております。ということで、5月15日火曜日でした。